はい、それでは今回はビオラ・ツウェインでアリーナ録画開始開始。イカリムと迷ったんな。でもオラフ、レネク、ビズー、トリン、ルバナあ、シンジドも強いんだ。あ、そうなんだ。シンジドスウェインでダメージ足りる？なこのファイター系だったら MR 積まれて無理そうだよね。うん、うん、最初リロールするか。歴戦の知恵を絶対引くまん。いや、これオラフがやばいね。あ、シンジドが味方にくっついて外役優美できるんだ。なるほど。やばい、俺スタックための忘れてた。トリンモールかな。外すんかよお前。勝てるぞ。あ、食べられた。食べられたけど。モルガナ狙、俺がフォーカスされてる。モルガナやりたい。待って、俺がフォーカスされてる。無理だ。まあスウェインだしな、こっち。まあまあこの試合はギブよ。だよね。最初はもう無理無理無理。焼きマッシュ、最初はハンデハンデ。惜しい。これトリコより、あのトリコバフされたんか。歴戦の知恵来たー来たー。これ最強だ。引いちゃった。あっちいな、歴戦の知恵。ピオラ弱そうな気がしてきたんだけど、大丈夫かな。俺もそんな感じするね。フィズも歴戦の知恵。オッケー、俺じゃあ防ぐよ。当たってない、そもそも。こいつから殺せばよくね。うん、あ、やべ。レックス君が一切狙われへん。早く取る、早く開く。頑張って取れ。早く取るんや。惜しい。いや、もう手汗うぜえ、もう。いや、今の俺無視されてたけど、無視、手汗なかったらやれてたのに。もう4年も歴戦の知恵らしいぞ。やばいな。ウルト置いといた方がいいな。気づいた。フラッシュ動画吐き終わった後にやった方がいいや。いや、任せろ。まあでもフィオラの浅さが出てる俺の。ほぼやったことないから。多分フィズのウルトは食らう時に使わないと、まあ当たって出る時に使わないと意味ないかもしれないね。あ、そうなんだっけ。まだ、あ、当たってなかったけど。うん、まあね。あ、防げ、でも当たるのも防げんのか、防げないのか。最後でいいのか、なんだ。めっちゃ集中して見てたのに、わざわざ。これはなかなかめんどくさい戦いになりそうですね。
追い続けてあげて。うわ、死んだ。あ、もっとうまっ。やべ、こいつ食べてる。え、待って、そんな早いのスキル。9当てたらめっちゃ早いもんね。いやー、きつっ。いやー、だから、ミー食べんのうまかったなぁ。やっぱ、ミタベが、ミタベが強いね。あ、もうこの場所でスウェインサックもらえなくなったんだ。まあ、ウルトこれマジで爆破させんのむずいな。最速コンボのやつ。で、最速ってか普通に足速いしフラッシュあるから。もう、いや、身マジで大事。どうです？ウルト止まったくね？いやね、あ、違うか。え、オラフ、キルトしてるやん。いや、俺も最強や。頑張れ頑張れ、あとは。余裕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 。はい、いいねー。スウェイン育ってきたよ。いいよいいよ、始まってるよ、俺たち。さすがにモルガナ傷には勝てなかったら。うわ、影走りいいな。影走りだな、相性いいな。ウルトはマジで持っとく。ウルトを持っとくこと。よし、アクション。食べた方がいいかよくわからんな。下のフロア陣取って敵が来るタイミングで来るのが一番強いかもしれない。バリアつくから。いや、バリア食えんかった。いや、いいよ。うわー、マジ？いやー、時計うぜ。あと1個だったのに弱点。てか、俺が先に行くのよくなかったな。フィズールと食らっちゃった。俺が受けんとな。冒険。何がいいんだろうなぁ。え？でかな？ここは勝てるな、余裕で。4年オラフ。何？足早い、俺。はい、お疲れ。いや、影走りいい。でも影走りめっちゃ足早い。いいよ。レックスが死にかけたらウルト使っちゃうんだよな。でも焦って俺も。まあ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 。これで俺ステイスも積むし大丈夫よ。オーケー。
怖かったでしょ、レベル上がってきたから。うん、あーやべ、いいよ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 、よくしろこれで。ナイス、ハゲ走りいいね、スキルを知るとスキルヘイスのスタックを無限に獲得する、スペルの熱気を知るするとイグナイトエグゾースト、あ、お抱え運転手、俺くっついてウルトでピオラに走り回ってもらおう。あー、それいいね。ランダムなドラゴンソウルを3つ獲得と大巨人どっちがいいかな。大巨人じゃない、大巨人いっとくか、でっかっ、ハルブレ生かされようとしてるえ、これで俺と一緒でレックス、俺が死ぬまでレックスくん死なないってこと。いや、それはない、俺もダメージ受けんの。うん、もう自分の意思で動けなくなったこれ弱くね。いや、いけるいけるいける、真ん中真ん中、いや、強い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 、ナイスえ、これ俺レックスくんの連れてく意味ある意味ある意味ある、足が速いんか俺が。そうそう、で俺ハイダメージあるからひたすらね、なんか2まくってればいい。あ、なるほどね、あ、これで移動速度上げて、そう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 、いや、これウルト割るのむず、こんなフィオラってむずいんだいや、これ強いよ、俺の移動速度を生かして、うん、右下行こう、右下、オッケーオッケー、あ、俺いないのか、いないわはははははは、え、離れた、え、ああ、え、なんで、お、壁も抜けるネクロスくんのホスト意味ない俺ゴーストしないやばい、上来たのに連れてかれるなんなんこれあとこれ何に発生できる、これ待って、かディヴァインにすりゃよかったな、ミスター、なんで俺ドリフォ行ったん、ディヴァインの方が強かったろう絶対。ダビルド、あー、スウェインがフラッシュしたら一応離れるんだ。壁に揺れて叩く、なるほど、こんな技っぷが、でもやだ、俺ずっとヤツさんの横にいたい、うん、だから俺がこの辺に立ってさ、ネックスコンこう埋めといたらネックスコンダメージ受けないってことでしょ、鳥ダメでかっ、やばい、身食われてる、身食われて、先に食われるのは別にいい、クラッセル動けるんだけど、やべ、当たっちゃった、俺 G あるよ、レクスくん戦え、あとは、あと俺がやばい、早く、いけんの、それナイス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 、全然パリできん、瞬きより早く敵の移動速度より自分の移動速度が上がってる、その数だけ敵に当てるダメージが大きい、ピオラについてるからめっちゃ速いんちゃう、俺ダメージ受けたけど俺
やばい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 。もう最強レックスくん。最強。オッケー、レックスくんを盾に俺は戦えばいいんだな。でもね、突っ込んでもらって、一回突っ込んで引いてって、ヤツさんがね、生きる感じで、うん、あ、いないわ、パターン。これね、恒例ってなんなんこれ。あ、普通に回復するだけか。4秒以内に最大体力と最大マナの 50% を回復する。うん、強いな。一応残ってる最強フィズとレネクやね。うん、いや俺たちポイント一番あるで。これ勝ってる方、これ勝った方があれじゃないの。そう、勝ちやね。でも俺たち勝ち上がってる。はい、どっちも GA 持ってんな。俺 GA これ分かないの。これ分かないんじゃない。打て違うのにしたら一回。え、湧きそうじゃねえ。でも湧かないのかな。え、湧いてなかったら。湧いてない湧いてない。あ、そうなん。で、打ってどうしよう。乱流陽面あり。乱流陽面だったかな。ほんまにちょっと時間なくて焦っちゃった。あ、でも高齢の回復力を上げるという意味でスピリットビサージだったか。いや、売れてない相手。これという名の固定砲台が強すぎる。強い。強すぎるこれ。強すぎる俺たち。絶対死なんもん。あ、俺ら優勝かこれで。やったー。いや、これついてくるので移動速度に落ちたりしたらやばい。これシナジーやったね。だいぶシナジーやったこれ。やったー。よし、ありがとうございました。ムーに相性もありますってことで、アリーナ動画でした。HG!